そうだ、支柱も取るじゃん。これ高いネットだと思うんですけど、それも倒すタイプで倒すタイプで、テニスコートもラバーがめくれちゃってんじゃん。そうね、これ全部実は全部ブルーだったんだよ。テニスコートの貼り付けてあるラバーがめくれるんですかね。強い、細いところの上昇気流がですね、あったとか、あれですね、そんなにあって、だから付けられたんでしょうね。人工芝とこのブルーのコートがあったんですね。でそこで消防の車も止まっております。救急車などはまだ見受けられないんですけども、怪我人の方がいらっしゃらないと非常に心配です。また新しい情報が入り次第、お伝えいたします。それにしてもこれはすごいな。今日はですね、上空に、寒気が流れ込んできています。上空にマイナス、6度が5500メートルぐらい流れ込んできています。はい、で地上の気温も今日は関東地方は上昇していますので、上空と地上の温度差が非常に大きいような状態で竜巻が発生しやすかったんですね。この辺り、すべて住宅街ですね。住宅が密集しております。救急車が止まってますね。それからなんか当然と皆さん立ち尽くしてらっしゃったり、携帯でご連絡されている方もいらっしゃると思いますけれども、今やっぱり越谷市役所、それから野田市役所、この辺り被害の全容を今、把握しているんだと思いますが、おそらくいろんなところからいろんな通報が来ているでしょうから、それを総合的に判断して、例えば閉じ込められた人とか怪我をしているという分かったところが優先的に救急車を回して救急活動をやっているという状況じゃないですか。この住宅が本当に潰されてます。どうなってるのか、その原型が本当にわからないぐらいなんです。蓬莱さん、竜巻って突然発生するんですか、これは。そうですね、竜巻注意情報というのが発表されますけれども、やはりそのどこでピンポイントで発生するっていうところまではなかなか予想がないのは難しいんです。ただその発生する確率が高まっていますよという情報は、気象庁の方から竜巻注意情報という形で発表されますので、そちらは必ず注意してください。記録の絵ですけども、住宅があって、ここ電源の広がってて、学校があってという場所なんですけど、発生する場所ってのは住宅地の真ん中で発生することなんでしょ。例えば都心の建物が非常にこう密集しているようなところでは発生しづらいです。ただその田んぼが広がっていましたり、その風がですね、広いだけぶつかりやすいところ、そういうところで発生して、それが移動して市街地の方に進んでいく。例えば山があって盆地のようなところで、その周りは田園で、そこで風が吹くというところで発生するということなんですか。そうですね、あとはですね、はい。
何かこの高級の建物のような、感じがいたしますけれども、すごい気分になれるので、さほど、勢いを増しているという国であるので、敷地内に設置してますので、そのあたり分かってらっしゃると思います。はい、なんか、あの出入り口から出てらっしゃるように、さほど今のところ慌てた様子は、どの程度なのか、これが心配。
怖いですね。安否確認だけでも相当時間かかるんですけど、ほとんどの方は寸前に気づいたとしても電信柱が急に車に倒れてきたり、そんな防ぎようがないわけですよね。で、おそらくご家族なども一緒にいらっしゃらない方もたくさんね、この車ですから、いらっしゃると思いますので、そのご家族の連絡を今取ってらっしゃるというか、いらっしゃると思います。この牛ヶ谷にですね、先ほど民家の1階部分が崩れて、中に人が閉じ込められたという情報がありましたが、はい、中にいた2人は駆けつけた警察官によって救助されて、それほど怪我はないということなんです。ですが、警察や消防によりますと、午後3時15分現在、複数の被害人が、確認されているということです。現在、被害情報の収集を進めています。これは何か、どうか、日本よりもですね、その発生する規模がですね、違いますので、特に日本
被害状況、そして当時吹いていたとみられる突風の強さなどを調べることです。まあ、これから被害の全容とか、それから平和された方がこれからの作業だとか、なんか言いましたわね。Thank you.